駅ご通行中の皆様こんにちは。これから6時から社民党参議院議員福島みずほ、この場所をお借りしまして街頭からお訴えをする予定です。安倍総理が今月の28日に解散ということで先ほど記者会見をしました。私たちは今回また政権選択を迫られる衆議院選挙を私たちも戦っていくことになります。その前にぜひとも皆様に政策をお訴えしたいということでこの場所をお借りして福島みずほずんずん回線午後6時からスタートする予定です。どうぞ皆様足を止めていただきましてご通行中の皆様ぜひとも耳を傾けていただけると幸いです。また今日はこちらに福島のパーティーそれから脱原発を目指す女たちの会のチラシなども皆様にお渡しをしていますのでぜひこちらもお受け取りいただければと思います。この後午後6時から社民党参議院議員福島みずほこの場所をお借りしまして皆様に政策をお訴えする予定です。この間の安倍森博士皆さんも一体どうなっちゃってるんだ、そして野党は6月からずっと国会開けというふうに主張をしてきました。けれども9月に国会開くということになったと思いきや一気に開会日に解散をするという驚くべき虚に出る安倍総理、本当にこんな政治で皆さん納得いくんでしょうかということを含めて今日は午後6時からこの場所をお借りしまして福島みずほ街頭からお訴えをしたいと思います。皆様にチラシもお渡ししています。脱原発を目指す女たちの会という活動も地道に私たちやっていますけれどもそのご案内も皆様にお渡しをしていますのでぜひともお受け取りいただければと思います。ご通行中の皆様こんにちは。これから午後6時から社民党参議院議員福島みずほこの場所をお借りしまして皆様に街頭からお訴えをする予定です。ぜひとも立ち止まっていただきまして耳を傾けていただければと思います。今日は新しいプラカも用意をしました。一目で今の政治状況が分かるプラカ、ぜひとも皆さんこういったプラカも撮っていただいて SNS などで流していただけるとありがたいです。今日はまたツイキャスなどでもこの模様を皆様に全国に流しているんですけれどもぜひぜひそういったツイキャスなどもチェックしてください。福島みずほツイキャスでクリックしていただけ、検索していただけますとこのちょうどこの絵が、シルバーのiPhone、これ今福島みずほオフィシャル、サイトじゃないかオフィシャルでまだすいませんやってませんね流す予定なんですけれども午後6時からこの場所をお借りしまして社民党参議院議員福島みずほこの場所をずっといつもお借りして皆様にこの場所から政策をお訴えしているところです。今日は午後6時スタートということでまた皆さんに政策をお訴えしたいと思います。先ほど安倍総理9月の28日国会の開会日冒頭に解散をするという発言を先ほど記者会見でしたところです。午後6時からまた安倍総理も記者会見をするというふうにニュースで出てましたけれども私たちもこの場所をお借りして参議院議員の福島みずほ午後6時からこの場所で街頭宣伝したいと思います。政策をお訴えしそして竹と森の問題どうなっちゃったんだそれからまた今の外交今私たちはどうしていったらいいのかそんな話を皆様にしっかり申し上げていきたいと思います。まずは社会保障でしょうっていう声もたくさんおありかと思います。私たちの政策ぜひ午後6時から福島みずほこの場所もありまして皆様に政策をお訴えしていく予定ですのでお聞きいただければと思います。今問題になっているのは私たちの税金の使い方盛りかけ両方とも私たちの税金が私物化されてきた総理のお友達のために使われてきたんじゃないかこういう疑いが濃厚だという話が今のずっとここで問題になってきた安倍盛りかけ問題です。
私たちは、野党は、ぜひともこれを国会の場でしっかりと審議をしてくれということで、1回だけ閉会中審査やったかなという感じですけれども、実際は国会本当はしっかり開いて、もっと長い討議が必要だったはずの大問題です。そういうことをなおざりにして、今回子どもたちの幼児教育、子どもたちの教育を幼児教育を無償化するとか、あるいは奨学金を増やすとか、実はこういうことを選挙で皆さんの信を問わなくたって今すぐできることなはずです。そういうことを安倍総理、今回信を問うと言って9月28日に衆議院の解散をする予定です。もうじき社民党参議院議員福島みずほ参りまして、皆様に政策をお訴えする予定です。ぜひチラシもお受け取りいただきまして、皆様ご覧いただければと思います。ご通行中の皆様こんにちは。こちらは社民党参議院議員福島みずほ、このあと午後6時からもう間もなく本人やってまいりまして、皆様に訴える予定です。政治家この間もっともっと街頭に出ろという声をたくさんいただきました。本当にその通りで、政治家こそしっかりと今説明責任を果たすその時期だというふうに思います。けれども本当に政治家が表に立ってこなかった、そのことはやっぱり私たち多くの市民の方々からたくさん指摘をされました。説明責任があるのは政治家自身、そのことも今日は福島からこの間の国会報告申し上げたいと思います。こちらは社民党参議院議員福島みずほ、この後午後6時から本人参りまして皆様に政策をお訴えする予定です。ぜひとも立ち止まっていただきまして、皆様の耳を傾けていただければ幸いです。そして今日はこのパーティーのご案内と含めて、それからもう一つ脱原発を目指す女たちの会のご案内も入れさせていただきました。今脱原発、これもどんどんと実は下火になっているというふうに言われています。避難者の方々、あるいは福島で暮らしている人たち、避難被爆、このことがどんどんと忘れ去られていっている。けれども未だに福島第一原発事故収束もしてませんし、原発で働く被爆労働をずっとしている労働者の人たちがいるということ、このこともしっかりと私たちは認識をしていかなければならないです。そしてぜひ脱原発という声、皆様の声をぜひとも寄せていただきたいと思います。午後6時からこの場所をお借りしまして、自民党参議院議員福島みずほ、この場所から皆様に政策をお訴えをする予定です。盛りかけ、そして脱原発、皆さんが知りたいあれもこれもここから発信をしていきますので、ぜひ皆様お立ち寄りいただきまして、街頭福島みずほの街頭宣伝、私たちはズンズン街宣と言っているんですけれども、ズンズン街宣ぜひとも皆様聞いていただけると幸いです。新宿駅ご通行中の皆様こんにちは。社民党参議院議員の福島みずほ、このあと午後6時からこの場所をお借りいたしまして、皆様に政策をお訴えする予定です。ぜひぜひ足を止めていただきまして、皆様こちらで聞いていただけると嬉しいです。午後6時スタートです。もう間もなく本人やってまいります。森友問題、そして家計問題、今森友疑惑と言われた籠池さんご夫妻、まだまだずっと大阪で囚われの身となっています。本当にこういった長期交流も妥当なのかということも含めて、誰が本当に責任を取らなきゃいけなかったのかということ、そのこともやはり私たちはもう一回見ていく必要があると思います。行政そのものが忖度をして、そして利権の構造に巻き込まれてきた、こういうことを私たちはしっかりと問い直していかなければなりません。午後6時から社民党参議院議員福島みずほ、この場所で街頭からお訴えをいたします。ぜひとも皆様足を止めていただきまして、政策それから街頭宣伝耳を傾けていただけると幸いです。
どうも皆さんこんにちは、安倍総理が今記者会見中で、解散ということを言いました。今だと、ですね、10月10日から公示、10月22日、衆議院解散総選挙になります。これはもう日本の政治を変える、そんな衆議院選挙に本当にしたい、そう思っています。今日私は参議院議員、社民党の福島みずほです。いよいよ解散総選挙、みんなで、本当に政治を変えていきましょう。どうも皆さんこんばんは。私たちはズンズン街頭、キャラバンをやっています。安倍総理が今日解散と言って、解散するぞと、本当の解散は28日なんですが、記者会見をしています。皆さん、6月18日、土日があるので6月16日が、通常国会の最終日でした。それで、7月には私たち野党は4分の1以上で、まさに憲法53条にのっとって臨時国会開けという、そういう召集の要求をしました。憲法53条で臨時国会開かなければなりません。7月8月9月と3ヶ月ほども棚ざらしになりました。私たち野党4党は、すみません、6月22日ですね、6月22日に臨時国会開けと4分の1以上の署名で臨時国会の召集を要求しました。共謀祭もあっという間、参議院の予算委員会では17時間50分しか審議をしてなくて強行採決です。私たち野党4党はまさに臨時国会開け、6月22日4分の1以上で要求をしました。憲法53条は臨時国会を開かなければならないと規定をしています。でも臨時国会は3ヶ月間なんと開かれませんでした。いよいよ9月25日、いや安倍総理が国連で演説をするから9月28日から国会だ、臨時国会だとこう言われてきました。私参議院議員福島みずほ、参議院の予算委員会で頑張って加計学園のことを聞くぞと、腕まくりしてですね、準備をしておりました。皆さん、森加計解散、安倍おろし選挙です。森加計解散、安倍おろし選挙です。今日安倍総理は28日に衆議院解散すると言って、記者会見の最中です。でもこんな衆議院の解散あるでしょうか。だって臨時国会1秒も開かないんですよ。臨時国会1秒も開かない。6月18日に国会が終わって1秒も開いていません。臨時国会が始まったら総理の所信表明演説、それに対する本会議での質疑、それが終わったら予算委員会でまさにガチ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 、もうガンガン予算委員会で審議だ、そしてその後常任委員会で審議がある予定でした。厚生労働大臣は厚生労働委員会で、国土交通大臣は国土交通委員会で、経産大臣は経済産業委員会で、外務大臣は外交防衛委員会で、農水大臣は農水委員会でという具合に、まず大臣が選ばれた。